皆さんこんにちは、小川太郎です。4月2日、この動画の配信の1日前ですが、憲法改正の条文化に着手せよという、記者会見、これを行いまして、私も発起人として出席をしてまいりました。産経新聞では少し大きめにこう取り上げていただいて、大変感謝をしております。で、この今日のこの動画では、この時の私の、記者会見における私の発言部分をちょっと、抜き出して、それをこの後皆さんにご紹介します。4、5分、5分は喋ってないと思います。3分が持ち時間だったんで。で、こういう形で、登壇を、いたしました。それでですね、登壇者、織田邦男、元空将、それから岩田清文元陸上幕僚長、そして山田吉彦東海大学教授、最近も尖閣、に、調査をに入っておられる、そして私、それから、奈良林、東京工業大学特任教授、それから長谷川幸宏さん、ジャーナリストですね。で、安倍元総理の奥さん、安倍昭恵さんから、ビデオメッセージが当日放映されています。その中でですね、この報道においても、見出しにしてくれてるのかな、国民投票機会与えるのが義務ということで、私も、このことをまず非常に強調しておきました。つまりですね、これ国会でものすごい時間かけてます。憲法審査会というのはすでに、少なくとも岸田政権になって過去最高の回数、去年一昨年が24回ぐらいかな、で去年でも19回やってるんです。でこれね、国会が立法するんじゃないんですよ、憲法はね。国会が立法するんだったら国会で十分熟議をして、そして各党間の意見を調整して、そして時間をかけます。一応それは通りますよね。確かに国民自身が選ぶんじゃなくて国民の代表者が選ぶわけですから、お互いが、国民の声を背景に、折衝して、議論に時間がかかるということはあっていいんですが、憲法改正はね、国民投票、国民が投票権があるんです。国会にはありません。で国会にあるのは国民投票にかける発議権しかないんですよね。そしたらね、これいつまでもたもたしてるんだ国会はという話ですよ。国民の側がですね、憲法改正すべきかという世論調査、各種世論調査でですね、もう全社にわたって、毎日朝日も含めて、項目はいろいろですよ。項目、例えば救助がどうとか、自衛隊がどうとか、緊急事態がどうとか、いろいろ他にもあります。だけども憲法改正そのものについてはですね、全ての世論調査で過半数の国民が憲法改正を、国民投票にかけるべきだという答えなんですよ。つまり国民の過半数が全ての世論調査で憲法改正の国民投票をすべきだと言ってるのに、国会が国民に投票させないと、何をやっとるんだという話ですね。もういい加減しなさいと。で、これが一番で、それを言っても言ってもこれね、自民党っていうのはね、私もね、自民党をきちっと支持しましょうと言うんですよ。これはね、そういうものなんです。日本の戦後政治を動かすとしたら自民党を動かすしかないんですよ、皆さん。これは私の、少なくともだから他の保守野党を作ってる人を悪く言うつもりはないし、この番組一度もそういうことしてないでしょ。私は人が何かをやろうという時には同じ方向を向いてたら別に批判も否定もしません。ただ私は自分の見識としては自民党をきちっと支えていくほかはないと思っています。だけど自民党が、いつも、理想の政治をやるかって言ったらそれはやらないし、自民党はサボタージュの名人なんだよ。その上で自民党が国会の多数を握っている状況で、この自民党にきちっと仕事をしてもらうと、いつまでもたもたしてるんですかと、今こそ良識のある愛国保守、憲法改正に待ったなしでしょうと。なぜ
この番組だけでのこの番組の視聴者だけの特権は岸田総理の真実を知ることができる唯一の番組だということですね。これは真実じゃないんだと、小川は単に無理して擁護してるだけだ、許せんという方がたくさんいるのも知ってますが、それはそう言ってください。私はファクトベースでしか言ってないから。岸田総理は憲法改正において、完全にやる気なんですよ。で、総理大臣が国会の施政方針演説で自分の任期中にやりたいという思いはいささかも変わりがないと、そして指示は出してます。条文案の提示を急げと、条文案をすぐ作れという指示を出してるんです。総理大臣の指示ですよ。命令です、部下に対する。だからちゃんと命令を受けて自民党の皆さんはやってくださいっていうだけですよ。そして私もそのことを今もう速やかにやってくれと。で、これね、千載一遇なんですよ皆さん。まあ日本国憲法に限って言っても、もう施行から間もなく80年ですよ。75年を超えて、そしてもう保守派は、サンフランシスコ条約発効と同時に自主憲法制定と言ってるんですから。それ自主憲法制定という言葉、憲法改正とかその前提との自主憲法制定と言い始めてすでに70年です皆さん。70年言ってやってないのは自民党もだし、私たち愛国保守と思ってる人も全員不作為の罪な、我々は罪人なの。憲法改正真面目にやんなかった、僕も含めて。で、岸田さんがね、総理大臣として9月の任期までにやると再三言ってる。9月って言ったらあと5ヶ月ですよ。5ヶ月以内にやると総理大臣が言ったら、これ重たいよね、非常に重たい。それもお酒飲みながら雑談で言ってんじゃないですよ。国会で施政方針演説で発言されてるんですよ。これ大変重たい。議事録にもちろん残るし、歴史に残りますから。で、それを総理大臣の意思表示と取るか、まあ、総理はこれでスタンドプレーで保守派向けに言ってんだろうと、ね、私そういう生き方が嫌いなの。あ、岸田さんそこまで言うんだと、じゃあやっとるやないかと、せっかく言ってくれてるんだからやりましょうよと、これ私の生き方なの、生き方で。いや、どうせやらねえよって、こういう人多いね、やめようよもうそういう生き方、生き方そのもの。なんでプラスのシーソーゲームやりながらどんどん上がっていけばいいじゃないですか。お、岸田さんやるって言っちゃったね、やる気って言っちゃったね。で、私この記者会見やなんかこの会を作るというのも、私は私なりにいつも言います、非常に微力ながらこれ主導してやってますよ。こういうもの総理の現地があるうちにやりましょうよ皆さんと。そして見事に保守派の言論人が幅広く集まってくださいました。本当にこの保守派の言論人の皆さん全員意見が違うんです。特に自衛隊とか憲法9条、国防軍、こういう問題になるとですね、みんなもう熱い血潮がたぎってきてですね、全員違う意見を言い始めるんだ。そのぐらい情熱がある。でもその思いをみんな吐き出しながら、とにかく、安倍元総理が9条2項という問題の核心になる法文をカットせずにですよ、自衛隊を派遣しようと。桜井よし子さんが繰り返しこの日もおっしゃってた、打ち合わせ会でも、とそれを聞いた時に安倍さんなんでと思いましたと、総理にも直接言ったと。そう、私だって9条2項を残して自衛隊書き加えても本質的にですね、戦力は持たない、陸海空軍はこれを保持しない、戦争は放棄するという条文が残っていたらその範囲内になっちゃうじゃないかと。その通りですよ、すっきりしません。だけど安倍さんはその線までしかどうあっても進まんと、現状ではね、政治判断です。で、今その線にのっとってる。そしてそれは今回の記者会見に出た人も、出ておられない打ち合わせ会のメンバーも全員おっしゃってた、全員これは気になるのだ、本当はこれが万全だとは誰も思ってない。でもまず一歩踏み出す。そしてこの一歩がもちろん自衛隊の活動、あるいは自衛隊という存在を、こう逆に憲法の中に封じ込めちゃうとまずい、ね、要するにこれは
きちっとした国防ができる実力組織に自衛隊をしっかりと、法的に整備をしていく一歩になるような改正をしないといけない。ここは、気をつけどころなんです、皆さん。だから何でもかんでもやりゃいいって話はもちろん全く思っておりません。ただ、条文、憲法の条文だけが憲法じゃないんです、皆さん。これを非常に強調しておきたい。憲法の条文が条文なんじゃなくて、内閣法制局の見解や最高裁の判例、そして、東大の憲法学、こういうものが非常に影響を与えますね。ですからまずこの憲法の条文を改正するときに、当然自衛隊基本法をはじめとして、海保法律をどういうふうに調整するかという問題もあれば、今言った内閣法制局見解をどうするかという問題もある。そういう組み合わせを全部、今からできますか。できます。もう関係省庁、関係した国家の研究所でも、このような問題は、50年以上にわたって緻密に研究し尽くしてるんですよ。ですからこの機会に岸田総理がやるとおっしゃってることを、みんなで総理がやると言ってる以上実現しちゃえと、ね、もうそっちの方に持っていくことができれば準備は万端であると私は考えております。前置きが長くなりましたが、記者会見の動画を、私の発言部分だけですけどご覧いただければと思います。ではどうぞ。今です。私からも一言申し上げます。4つの論点を簡潔に話しましょう。まず第一にですね、岸田、総理大臣、再三にわたって自分の今回の任期中の、憲法改正に言及をし続けています。この任期を区切った、総理大臣、そして自民党総裁の、発言というのは史上初めてのことなんですね。そして今回1月30日の施政方針演説で、総裁任期中の改正実現に最大限努力をし、条文案の具体化を進めると施政方針演説であえて自民党総裁としてと断られて一言をつけております。これ非常に異例のことで、ここまで年限を限った、時間を限った発言を総理大臣がすれば、これは事実上の公約であると私は認識をしているし、その覚悟がなければこれそのまま世界にニュースで流れるわけですから、私はこの公約を総理がされている段階で、まず自民党のですね、皆さん、自分の総裁に公約を破らせるつもりかと、いつまでもたもたしてるんだということをまず申し上げたいと思いますね。というのは今年の9月が岸田さんの総裁任期ですから、どう考えても2ヶ月の周知期間を考えますと、具体的に7月の上旬には国会における発議が必要になる。これはもう日程上動かせないことであると私は思います。したがってこの総理がここまで発言をされているということを受け、自民党がまずしっかりと動いていただくということを申し上げたい。そして時間がねないと、そんな急に言われてもって、急じゃなくてですね、この憲法改正というのはもう60年以上の議論の歴史がございます。国会においても再三にわたって議論してきたんで、取りまとめをするという腹を決めたらですね、時間がかかることとは思いません。GHQ がこの日本国憲法の草案を作るのはたった7日です。たった2条変えるのに90日我々はあるんですよ。7月まで、4月まるまる、5月まるまる、6月、90日以上というたっぷりとしたですね、 GHQ の7日に比べてずいぶん長い時間を我々は持っています。この間にしっかりと取りまとめていこうではないかということをまず申し上げたい。でそれはですね、もう再三他の方からもお話ありましたが、憲法改正の主役は国会ではない、国民なんですね。国会には発議権しかありません。国会で長々と議論をしている、それは国民に対するですね、サボタージュです。国会の議論が必要なんじゃなくて、国民
に投票させることが必要なんですよ。ですからもう国会でこれがね、立法であれば、他の法律であれば拙速を急がないというのは分かりますよ。拙速を急がず国民の負託を受けて法律を作っちゃうんですから。でも憲法は国民が決めるんです。そしたら国会は速やかに国民に権利を行使させるべきではないんでしょうか。そして、事実上私議事録を、審査会の議事録も拝見しておりますが、論点がほとんどまとまってきていると思います。緊急事態条項と自衛隊明記という2つについてですね、かなり議論を重ねておられます。そして、実は特に自衛隊についても特にそうなんですけども、まあ、一部野党、まあ、立憲民主党と共産党ということになりますが、この2つの党がですね、議論そのものに、条文の議論に参加をしておりません。でこれはもう引き延ばしに入っているというふうに思います。そうするとですね、逆に言うと自民党、公明党、公明党もですね、北川さんが、この間幹事長がですね、一体いつまで審査会を開かないつもりなんだというふうに、この引き延ばしをしている他の野党を痛烈に批判をされています。つまり自民公明ももう議論する気満々なんですよ。そしてそこに維新、国民民主、有志の会というふうに加わりますと、憲法改正の条文を取りまとめるという勢力が、衆議院は3分の2を優に超えています。そして実は参議院でも、今の諸党が集まりますと、十分3分の2を超えているんです。つまり条文を具体化しようじゃないかと言っている側で、3分の2を衆参ともに超えている。そして総理がもう9月までにやるんだとおっしゃっている。これほどのチャンスは私はもうちょっと記憶にない。ぜひですね、この機会を逃したくないという思いで今日もこの場に馳せ参じた次第です。私からは以上です。皆様、この憲法改正についての記者会見動画いかがでしたでしょうか。なおこの番組の収録の、準備、の過程において台湾、東部花蓮市ので発生した地震の被害がですね、非常に深刻であるという報道が続々と入り始めております。台湾の皆さん、私の2冊目の著書、安倍総理を描いた国家の命運という本も台湾で出版をしていただいたことがあります。つい先だっても3月の、24日福岡、FFG ホールでの、菅谷良子ピアノリサイタル、私がプロデュースをしておりますが、そこにもですね、福岡市と、経済交流を長年してきた台湾財界から、皆様がピアノリサイタルのためにわざわざ福岡を訪れてくれたばかりです。さまざまな機会、特に東日本大震災、また能登沖地震においても真っ先に、日本に対する、お見舞いの言葉、そして支援を、申し出てくださった、その台湾の皆さんが、今回、史上でも最大級という報道に、このところちょっとチェンジされてきて、画像を見てもちょっと息を呑むような画像がたくさん入り始めて、心からお見舞いを申し上げたいと思います。そしてこの大事な我が国の UFO に我々できる応援があればしてまいりたいということを、この番組の最後にお伝えをして終わりたいと思います。